ハロー皆さん、今日も勉強にお仕事、お疲れ様、セントロフチャンネルにようこそ。今日も休憩やっていきましょう。前回、岩宿遺跡について説明をさせていただきました。そして今回は、その岩宿遺跡から旧石器を発見し、日本に旧石器時代が存在することを世間に知らしめた会津若忠についてやっていきたいと思います。前回も少し説明させていただきましたが、昔日本には旧石器時代が存在しないと考えられていました。それは関東ローム層からも見てわかるように、火山活動が活発で、とてもではないですが人類が生存することができないような環境だったと考えられていたからです。しかし会津若忠による岩宿遺跡からの石器の発見によって、日本に旧石器時代が存在することが証明されました。ではその会津若忠、皆さん名前だけで顔とか写真ピンとくる人いますか？会津若忠はこちらです。会津若忠は決して裕福な家の出身ではありませんでした。しかし幼い頃に考古学に興味を持ち、サラリーマンでは考古学研究を続けることが難しいため、朝と夜の営業で済む納豆の行商人をしながら中に考古学活動を続けることによって旧石器時代を発見しました。考古学に非常に強い情熱を持った人と考えられています。そんなある日、相沢が関東ローム層から旧石器に酷似した石器を発見いたします。そして地道な作業を続けることによって、ついに相沢は関東ローム層の中から戦闘機を発見いたします。そしてこの画期的な発見を各所に説明しに参りますが、先ほど説明したように学もなく地位もないような相沢の話を当時誰も信じてくれませんでした。その説明をするために東京と群馬間約120キロの道のりを相沢は自転車で往復していました。そしてついに明治大学の芹沢の目に留まり、明治大学との共同の発掘作業が始まります。地道な作業の末に卵型の石器が発見され、日本に旧石器時代があることが証明されました。しかし発見されて間もなくは全て明治大学の功績とされ、会津沢に注目する者は誰もいませんでした。そんな中でも腐らずに会津沢は研究を続け、その情熱だけを頼りに旧石器時代の遺跡を次々と発見していきます。そしてついには会津沢のことを誹謗中傷する者はいなくなり、旧石器時代の発見者として会津沢の名が世に広がっていくに当たります。1967年に吉川英治賞を受賞し、今の皆さんが知っている旧石器時代の発見者会津若忠となったわけです。はい、教科書でよく見る岩宿遺跡と会津若忠、旧石器時代の遺跡と発見者として記憶の中に留めている方たくさんいるかもしれませんが、岩宿遺跡がどのような遺跡なのか、会津若忠がどのような人物なのか、知っている人っていましたでしょうか？このように教科書には載っていませんが、調べてみると奥深いもの、非常に興味を引くものって世の中にたくさんあると思います。このセントラフチャンネルでは乗り換えのうんちくや学校でのうんちく、こういったものを紹介できたらなと思っております。今回のうんちが皆さんの飲み会や学校での話題になってくれることを祈って、今回のセントラフチャンネルとしたいと思います。それでは次の動画でお会いしましょう。お疲れ様、ご苦労さん。